はい、 J チャンネルです。ですね、質問ですね。アルペジオまたはスリーフィンガーでコードチェンジの質問です。22歳の別れのとこの D から E ということは E マイナーから、 E マイナーから C、 あ、ここですね、ここですね。ここですね、 C、D。 これはね、コードチェンジの時に C、D、E マイナーでしょ。右手は変わってないんですよ。そこから E マイナー、このからくりはですね、アップにしないと分からないけど、ここから E マイナーでしょ、C でしょ、こうです、からくりはこうです、 C、 わかりました、いいですか、 C、この音を薬指が聞いているこの音ですね、2弦の音、中指が弾く音をもうこの時に切り替え始めてるから、ここは弾かないんです。ほら、何も弾いてないです。ここですね、いいですか、ここからこっちね、言いますよ、いきますよ。ここでもう最後まで弾かないで開放弦を弾いて、弾いてそれから E マイナーに行ってるんですよ。ほら、ここの、ここまで弾いちゃうの。もう E マイナーに移動してるんですよ。 C から そこでつまずくのは、この切り替えの時に右手がついてきてるからですよ。右手と左手はもう全く別個のもんで考えていて、もうこれだけ、右手はこの、この練習して、で今度は E マイナー、 E マイナー7、 C、 なんか要は左手の切り替えを早くするんですよ。C、D、Em、 C、D、C。わかりましたかね？最後の D の中指はもう押さえないで、 D を押さえでも E に移る準備をしておくんですよ。わかるかな？ C、 ここはもう弾かないで E マイナーね、 C、
しつこいかね、しつこいね、しつこいか、はい、練習してみてください。コメントいただきました。しっかりね、質問してくれれば返します。スリーフィンガーのサビの部分ですね。はい、Jチャンネルでした。またよかったら質問ください。22歳の別れのコードチェンジの練習してみました。ではまた。